バリ州の文化的景観、トリヒタカラナの哲学を表現したスバックシステムはインドネシアのバリ州に残る文化的景観を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。それらの景観はバリ島の伝統的な推理組合であるスバックによって長い間維持されてきた。トリヒタカラナとはサンスクリット語のトリヒタカラナに由来し、この概念は バリで1990年代以降高まったサステイナブルツーリズムへの動きにおいても重視され、取り引き宝な観光省プログラムという制度にも反映されている。スバックは旧世紀以来のバリの推理組織であり、2008年度の時点で1627のスバックが存在している。この推理組織は公平な水の配分を実現する農民たちのまとまりであると同時に、 スバックごとにスバック人を持ち、水の神や稲の神などへの崇拝や、それに関わる宗教儀礼とも密接に結びついてきた。バリ州の棚田景観は、そうした哲学や推理システムに、裏支えされて維持されてきた文化的景観なのである。この資産は、もともとバリ州の文化的景観の名で2007年1月18日に、世界遺産の暫定リストに記載され、31日に、 正式な推薦書が世界遺産センターに提出された。2008年に審議された際には文化的景観としてスバックと結びつきの深い資産をより適切に選定することを求められ登録延期と決議された。指摘を踏まえてインドネシア当局は名称をバリ州の文化的景観、取引ラ体の哲学を表現したスバックシステムと修正し2011年に推薦書を 再提出した。それを踏まえた2012年の世界遺産委員会の審議で登録が認められた。世界遺産としての正式名は、カルチュラルランドスケープオブバリプロビンス、ザスーバックシステムワズ、エーマニフェステーションオブザトライヒタカラナフィロソフィー、ペイスジクルトレルデラプロビンスデバリ、ルシステムデスーバック、EN タンクマニフェステーションデラフィロソフィージュトライヒタ、カラナである。その日本語訳は、 文献によって揺れがある。世界遺産の構成要素は、棚田とその灌漑施設、およびスバックと不可分の存在である、寺院群から構成されており、以下の5件に分類されている。ウルンダヌ・バトゥール寺院水の最高寺院、ウルンダヌ・バトゥール寺院は、バトゥール山外林山の尾根に立っている。バトゥール湖の女神は、 すべての川や泉の母親となったと信じられており、彼女をはじめとする多くの神々を祀った寺院である。1926年の噴火を経て、現在の場所に建てられた。干渉地域はバトゥール村に含まれる地域であり、その村民たちが寺院の管理を行っている。バトゥール湖は、前述の通り、スバックにとっても重要な川や泉を生み出した女神の、 住みかと考えられている湖である。ペクリ山川流域のスバック景観は、旧世紀に建てられた水の寺院や知られている範囲で最古の灌溉システムを含んでいる棚田の景観である。バトゥカル山のスバック景観には、ジャキルイ村の棚田が含まれる。ジャキルイ村は、バーリー州で最も米の生産量の多いタバナン県の中でも生物多様性の保持と、 水田管理の良好さとで評価される村である。かつて緑の革命はバリ州にも及んだが、ジャティルイではアニアニを使った収穫やゴトンロヨンなど古くからの様式が保存されている。タマンアユンジン水の王立寺院タマンアユン寺院は18世紀初頭に建造された最大の水の寺院である。建築的にも他の水の寺院と異なり、 ジャワ島や中国の建築様式の影響が指摘されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。これらの基準はスバックの推理システムとそれによって生み出された文化的景観が宗教的な世界観や儀礼と密接に結びついていることや火山島において中密な人口を養う土地利用の優れた霊章であることに対して 適用された。バトゥカル山のスバック景観を構成するジャティ類の棚田は主要観光地から離れていたために観光地化が限定的だった。観光シーズンには1日に200人程度が訪れ、その客たちからは入村料を徴収していたが、世界遺産登録前は宿泊施設もなく、観光客向けにはレストランが1軒あるだけだった。しかし、世界遺産となることで、水田が、 観光施設に変わってしまう場所も出るのではないかという懸念も表明されている。ありがとうございます。